老の日を前に第31回健康づくり師範的大会が帯公民館で9月16日に行われました。閉館の時に誉れを40本使用した人を打ったんです。2号にあっても25号練習に磨きをかけられた成果を十分に発揮していただいて、それぞれ優勝を目指して頑張っていただきたいと思います。四半的とは、的までの距離が約 8.2メートル、矢の長さが約 1.36メートル、的の大きさが約 13.6 センチあることから四半的と呼ばれています。四半的には市内の四半的団体21チームおよそ100人が5人1組のグループで競いました。最高齢者の川野菊一さんは四半的を50年以上続けているベテラン。結構一緒よ。一緒だ。長生きの秘訣は？やっぱり動かないかんわね、前は野球やろうだけどね、若い時はね。おー、しましょう。日南では四半的を娯楽としても親しまれており、帯城跡の四半的射場や民家などにあるほか、練習や交流を目的に楽しむ習慣があります。四半的大会は夕方まで行われ、団体戦は3位、個人戦は10位まで表彰されました。